セントラルパークアネックスは愛知県名古屋市中区近山丁目に所在する商業ビル。1986年開業。2021年10月17日をもって営業を終了しているが建物の解体は未定。1986年セントラルパークに隣接する姉妹店としてオープンした。鉄骨鉄筋コンクリート造り、地上12階。 地下2階、東屋2階建てであり、久屋台通に面している。セントラルパーク地下街の北端と地下2階で直結している。東ビルの運営会社は、株式会社セントラルパークアネックスである。ターゲット客層を、ティーンズからアダルトとし、ワン・オブ・ゼムではなく、オンリー・ワン・をコンセプトとしていた。婦人服飾店、紳士服飾、靴、カバン、アクセサリー、雑貨、宝飾品、 カルチャー、飲食、喫茶など80店舗で全体の1、3にあたる19店を名古屋発進出のトナントとして5階から8階までは中部地区出店となる東急ハンズがオープンした。開業初日には55,600万5人の入館者を記録して開店時間前に並んだ人が入る切るまで30分もかかるなど活況を呈した。 東ビルは、栄地区の北の拠点として、地域商業発展に寄与しようと計画された。ものの形態、色彩も含めた名古屋市の公共空間の整備地区に一致しているため、市の整備計画への協力が行われるなど、建築計画も注目された。開業後の1989年には、東ビルと直結するセントラルパーク地下街に、名古屋市へ地下鉄、 久屋台通駅が開設され、アクセスが向上した。しかしながら、ビルの老朽化と売上高の低迷が重なり、2021年10月17日に閉館した。閉館後の後地再開発計画等は発表されていない。当ビルは多ビルを抱え込むこの地型形状の立地であることや立体駐車場側の一部が名古屋市営地下鉄。 久屋大通駅の廃棄等を兼ねているなど特殊な構造となっている。地下2階でセントラルパーク地下街に直結している。同地下街を経由し、名古屋市営地下鉄名城線、桜通線、久屋大通駅南改札口から徒歩で約1分。ありがとうございます。